俺は絶対に浮気なんかしないぞとか、浮気男は絶対に許せないねとか、そういう彼に限って要注意ですよ。はい、こんにちは。離婚110番離婚カウンセラーの渋川俊之です。本日は浮気とかをまあする彼をまあ見極める方法の一つをまあお話ししたいかなと思います。お付き合いしている最中とか、特に結婚する前ですね、結婚とかを考えているような彼とお付き合いしているまあ女性向けというようなことでちょっとお話をさせていただこうかと思ってますので、あくまでもですね、浮気癖のある彼ですね、まあそういった方は大体こう嘘がうまいんですけれども、そういった方を見極めるいろんなこう種類あるんですけれども、その中の事例としての一つですね。特にですね、私どものご相談者の中でですね、2回目とか3回目の再婚を考えて相手とこう付き合ってるというような形で、まあ、ご相談される方とか、もしくは2度目3度目4度目とかのですね、ご結婚されてですね、そこでまたちょっと離婚を考えてるんだみたいなご相談とかも結構たくさんいただくんですね。初婚の方とか離婚が初めての方の割合がほとんどっていうことではなく、初めての離婚とかっていう方のご相談って半分いるかいないかぐらいかなみたいな感じではありますよね。もう最近では特にですね、まあ今回今ちょっと事例としてお話ししたいのはですね、再婚あるいはですね再婚みたいな形でですね、まあ、ご結婚されましたと。でまあ今までですね、一人目もしくはまあ二人目とかの夫がですね、なんでその彼と離婚することになったのかっていうと、浮気をされてしまったからっていうところもあってですね、どうしてもなかなか浮気されちゃう、ここ数年だとされ妻みたいな形でちょっとまあ言われることもあって、非常にまあ私は嫌な言葉だなと思ってるんですけれども、そういうようなことがあってですね、やっぱりこう女性として見ればですね、もう二度と浮気だけは勘弁してほしいと。本当は別に浮気だけが悪いわけじゃないですけど、浮気だけは本当に嫌なんだと。まあなので、もし今度また誰かとお付き合いすることがあったら、もしくはまあ結婚考えることがあったら、浮気だけはしない、私のことだけを見てくれるっていう人、そこが一番重要だみたいな形で考えていて、またお付き合いをこう始めたりとかっていうケース結構多いんですね。その時にですね、こういうことを言う方言わない方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとこう結婚がね現実的になってきたりとか、ある程度ちょっとこう付き合いが深まってきた段階で、私は今までね前の夫とかに今浮気をされてすごく嫌な思いをしてるから、浮気だけはもう絶対に嫌なんですと、もうそこだけは絶対勘弁してくれみたいな話を思い切ってするとですね、その時に付き合ってる彼氏の方が、絶対に浮気なんかしないと、俺は絶対にしないと、浮気する男なんか絶対に許せないよねと、そんなの考えられないと、なんで浮気とかしちゃうんだろうねと、一人で満足できないのかねと、おかしいよねみたいなことをこう熱弁振るったりするわけですよね。それでまあ女性の方はですね、そこでこの人なら大丈夫だと思って、それを付き合いを続けて結婚をして、結局浮気をされてみたいな、そういうパターンっていうのはまあ結構多いんですね、うちのご相談の中でも。ですからそういう中で、そういうふうにね、絶対浮気しないよって約束してくれる人は浮気しますよって断言するわけじゃないです。私も断言するわけじゃないですけど、ただここでのポイントは、やっぱりですね、絶対とか、もう許さないとか、大げさに熱弁を振るうとか、そういう方はですね、ちょっと要注意じゃないかなというふうに、まあ私の経験からは思います。要するにですね、もう浮気の件だけじゃないんですけど、やっぱりね、熱しやすい人っていうのをこうちょっと冷めやすかったりするんですね。ちょっとまあ話逸れますけれども、やっぱりこうアプローチの激しい方、もう君しかいない、もう僕の人生では君に出会えたことがもう最良の喜びだみたいな、もう君だ君だ君だけだみたいな、もう結婚してくれみたいな、そのドラマか映画みたいな感じでですね言われると、まあ女性は特にまあすごい嬉しいとは思うんですけど、これ別に女性だけじゃなくて男性もそうで、女性でもそういう人いますからね、あなたが王子様なのみたいな、もう本当にあなただけなのみたいなね、私をどうにでもしてみたいな、そういう方もいらっしゃって、まあそういう情熱的とは言えるんですけれども、あまりですねやっぱりそういうこう熱いアプローチがある方っていうのは、例えばまあ釣った魚にみたいなことわざがね、まあ日本にはありますけど、どうしてもこうねお付き合いが始まったりとか結婚したりとか手に入ってしまうと、今度は違うものに身が入ってしまったり、急激にこう熱が冷めたりとか、そういうこともありますから、それと一緒なんですけれども、浮気に関してもね、まあ、別に冷静にねお話になればいいことじゃないですか。浮気は嫌だよねと、まあ僕は浮気しないと誓えるよとか、君を大切にするよとかってこうね普通にこう言えばいいのに、いや絶対絶対に浮気なんかしないから、もう浮気なんかする男なんか絶対許せないし、そんな奴とは絶対俺は友達にもならないし、みたいなね。まあそこまでこう熱弁されるっていうのは、ちょっと私の30年以上の経験で言うと、ちょっと怪しいのかなっていうね。なので、そういう方が全員ダメだと言ってるわけでは決してないです。何度も言いますけど。ただもう付き合いの段階なんであればね、ちょっと疑うとかって嫌ですよね。やっぱりね、付き合ってるわけだから、それはわかるんですけど、ちょっと慎重な目でね、見ていただいた方がいいのかなというようなお話
を本日はさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またですね、私の方にもしご相談とかですね、いただけるようであればですね、ホームページの方とか見ていただければと思いますけれども、説明欄の方にですね、カウンセリングのお申し込みフォームもありますので、そちらの方から申し込みもしくはお問い合わせいただければと思います。現在はですね、消費税込みで30分5500円からということで行っておりますので、よろしければどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。